はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。本日はですね、サムネイルとタイトルにある通りなんですけれども、チャンネル登録者数200万超えの竹脇翔さんの YouTube チャンネルの動画で、なんとこの度俺がですね、その動画で竹脇さんに、いや YouTuber やめろよっていう風に言われておりました。まあ単純にシンプルにですね、もう本当にありがたいことでしかございません。どんな形であれ、話題だけなんですけれども、そうやって登録者数200万人超えの YouTuber さんのチャンネルに話題が出たということだけでもとてもありがたかったです。まあそしてね、その際にそのお店の方たちの声とかも入ってるんですけど、チャンネル登録者数100人ぐらいで再生回数も10回ぐらいということで、もう本当にね、まあ今現在この動画撮ってる Now では登録者数は280人界隈を行ったり来たりって感じなんですけど、竹脇翔さんは、まあ、皆様もご存知の通り、チャンネル登録者数は200万人超えてますし、まあ、俺のね、そのチャンネル登録者数100人ぐらいの俺の挑戦を、受け入れてくれたドンタツさんっていうお店なんですけど、そのお店の方に対してもすごく今感謝しておりますし、本当に動画を撮らせてくださってありがとうございますということもね、改めてここで言っておきたいなというふうに思いました。今回その竹脇翔さんがドンタツさんっていうお店に丼を食べに行ってる動画、まあ、それ URL を概要欄に貼っておくのでぜひ見ていただきたいんですけど、まあそれと俺がその大魔神チャレンジっていうやつなんですけど、それにチャレンジしてる動画も概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしていただければなというふうに思います。まあそれを気づいた経緯なんですけど、今日曜日なんですよね。で、図書館で本読んでたんですけど、なんか携帯がブブーってなって見てみたらコメントが来てて、結構、まあ、前の動画だったんですけど、竹脇さんから飛んできましたみたいなことが書いてあったんで、どういうことだろうと思って、竹脇さんって言ったらチャンネル登録者数200万超えてるあの竹脇翔さんかなって思って調べに行ったら、そのドンタツさんの動画があったんですよね。で、俺そこなんか行ったことあるんで、あ、なんか被ってる内容なのかなっていうふうに思ったら、そういう感じでなんか登録者数100人ぐらいで再生回数10回ぐらいで、いや YouTuber やめろよみたいな感じの流れで使っていただいてて、本当にありがたかったなっていうふうに思います。まあもちろんね、そんな人間をそこで YouTube 撮らせてくださったお店の方にも本当にありがたいなっていう気持ちしかありません。ということで今回はね、まあ、その速報といいますか、そういうことがあったので、まあ、なかなかこういう機会ってないので動画にさせていただいてご報告させていただきました。まあ、ドンタツさんの方もね、まあ、またもう一回撮らせてくれるか分かんないですけど、これを機会にもう一回事実確認というか、多分俺だと思うんですけど、登録者数100人ぐらいで再生回数10回ぐらいの YouTuber っていうのは俺のことなんですよねみたいなことの確認ができたりとか、あとねそのチャレンジもう一回、まあ、ネタバレになるんですけど食べきれなかったんで、それのリベンジということも含めてもう一回ね、ドンタツさんちょっと連絡してみて、もし動画撮らせていただけるようならもう一回動画撮ってみたいなというふうに思いました。はい、ということで本日は、登録者数200万人超え竹脇翔さんの YouTube チャンネルの動画で、いや YouTuber やめろよっていうふうに言われましたというお話をさせていただきました。はい、ということで、竹脇翔さんの動画の URL 概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらの動画もチェックしていただければと思います。はい、ということで本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。興味を持っていただいた方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆様またお会いいたしましょう。